答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマはこちらですよ。東大の究極の学びです。究極の学び、やっぱりここに尽きるんですよね。親子の遊びです。子供にとって一番最初のコミュニケーション相手は親です。まあ、母親であることが多いと思いますが、まあ、お父さんも含めて親子の遊びが一番コミュニケーションを取る上でやっぱり幼児期大事なんですね。で、何も難しいことをする必要がなくて、まあ、昨日伝えたですね、遊びであったりとか、ちょっと発展させるとこれです。子供が作る謎々、謎々を答えてもらって、まあ、整理、どんだけその子が分類、世の中のことを分類、ジャンル分けできるかってことも大事なんですが、子供自身が考える謎々、面白いですよ。最初も本当に簡単な問題から来ますからね。これなんだっていう、謎々っていうのはただのクイズみたいな。でもそこから自分でいろいろ発展させて、あ、お母さんにちょっと悩ませるにはどうすればいいのかな、こうすればいいのかなっていうような問題も出てきますので、この謎々、ちょっとね、引っかかったふりとかすると、お子さんは引き出せると思います。プラス、追い読み。追い読みって何かっていうと、絵本を最初読み聞かせをどんどんしていくと思います。そこからお母さんが喋ったのに合わせて子供も喋らせる。そうするとリズムだったりとか発音であったりとかってのが身につきますので、追い読み、お母さんと一緒に楽しめますね。あとはトランプも数を覚える中で有効なんですが、これ実はですね、本の中に書いてあって、私一個絶対親子の遊びで究極にやりたいのはこれですよね。ままごと。ままごとって本当にいろんな要素があって、お店屋さんごっことか、お母さんのママを真似するママごとでもいいんですが、役割を演じる。そうするとお母さんのですね、普段の生活を観察します。観察して自分なりにやって、まあ、料理ってこうやんじゃないかなっていうと、お手伝いなんかにも反映していきますので、ままごとごっこ遊び、これ究極に発展させるとすごいんです。いろんなもの、例えば衣装とかもちょっと作ってみようかなとか、何かその創作物に発展したりとか、いろんな方向性に持っていきますので、ままごとね、ぜひ究極の遊び加えてみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。即聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。